武藤優太は、埼玉県入間郡出身のプロ野球選手。武藤右ち。横浜 DNA ベイスターズ所属。実家は、米国店を経営している。強豪校からの誘いを断り、公立校である、反応難校へ進学。1年からエースとなり、チームを引っ張るも、3年夏は5回戦で敗退し、甲子園出場は叶わなかった。高校卒業後は、ホンダに入団。 2010年のドラフト会議で中日ドラゴンズから3位指名を受け入団。中日時代2013年4月21日、横浜スタジアムにて2011年は中継ぎで7試合に登板した。2012年5月27日、ソフトバンク戦でリリーフ登板し初勝利を挙げた。その後もロングリリーフを主として33試合に登板した。2013年は、 開幕を一軍で迎えた。相次ぐリリーフ陣の離脱、不審により岡田都也、田島新二らと共に、フル回転の働きでブルペンを支えた。しかし、起用法が安定しなかったこともあり、6月に調子を落として一度二軍に降格したが8月には復帰し、最終的に自己最多の58試合に登板した。全体的には、前年と比べると安定感に欠け、 請求難で自滅する場面が多かった。また、甘く入った変化球を強打されて、ホームランにされるという場面も目立った。2014年も開幕で一軍を迎えた。3月29日の広島東洋カープ戦で、初登板したが、1イニングを投げ、3被安打に支球、3失点と結果を出せず、3月31日に即刻一軍登録を抹消された。 4月27日に再び一軍登録されたが、5月10日の広島戦で2インニングを4飛安打1支給、3失点の乱調で、翌日の5月11日に再び登録を抹消された。8月27日に一軍復帰。復帰後も結果は残せなかったが、9月16日の横浜 DNA ベイスターズ戦でプロ初先発を果たし、6回を無失点に抑え、初勝利した。 2015年6月9日に交流戦の千葉ロッテマリーンズ戦において9円登板し、球団通算5戦勝試合の勝利投手となった。2016年は2軍ではチーム2対の35試合に登板したが、1軍では4試合のみの登板に終わった。2017年は2軍で28試合の登板で、防御率4.240と貫維しくなく、1軍での登板がないまま10月3日に、 球団から来期の契約を結ばないと通告された。NPB での現役続行を希望し、11月15日に、マズダズーム、ズームスタジアム広島で開かれた12球団合同トライアウトの参加の申し込みをしたが、当日は欠席した。2017年11月20日、横浜 DNA ベイスターズが、元楽天の中川博士と共に、無党の獲得を発表。 11月24日、背番号は58と発表された。2018年は主に敗戦処理として20試合に登板。4ホールドを記録したが安定感を欠き、防御率は6点台だった。2019年はビハインドを中心にロングリリーフやセットアッパーなどリリーフとして幅広い役割をこなした。 成績は31試合の登板で3ホールド、防御率3.32だった。2020年8月10日の大半新戦で、遺跡後初先発を果たすと、ビハインドを中心に、計21試合に登板した。前年の高騰とは裏腹に結果を残せず、防御率は自己最低の7点台に終わった。最速時速150キロメートルのストレートと、シュートスライダーフォークを駆使する。 中日時代はシュートとスライダーを軸に配球を組み立てていた。2017年に戦力外になった際、フォークの落差を向上させたことで DNA では投球の幅を広げている。初記録その他の記録、ありがとうございます。